エブリィでは今日から3日間、読売新聞社、ヤフーニュースとの共同企画、子どもたちが見た戦争をシリーズで放送します。太平洋戦争末期、最も多くの特攻隊が飛び立った鹿屋基地。その中にただ一人、地元出身の青年がいました。残された家族の苦しみ、出撃前に母と交わした約束とは。戦闘機や潜水艇で敵の艦船に体当たりする特攻作戦。太平洋戦争末期、多くの若い命が失われました。日本最大の特攻拠点だった鹿屋基地。ここを飛び立ち亡くなった908人のうち、ただ一人、地元出身の特攻隊員がいました。鹿屋市に住む稲村艶子さん。終戦の年は小学3年生でした。学校は空襲の危険があったため、山の中に机を運んで授業を受けていたといいます。もう勉強どころじゃなかったんですよ。怖くて、空襲が来て、機銃掃射でね、バーッとバタ、腹が減ってね、お腹が減ってね、食べるものがないでしょう。もうお米なんてもう それこそ探さんとわからんぐらいのご飯やった。艶子さんは7人兄弟の末っ子。弁当は全員分用意できず、兄たちは昼時は外で遊んで空腹を紛らわせていました。飛行機が好きだった長男の徳永幸男さんは、猛勉強の末志願して海軍に入隊しました。勉強するなっていうのにね、布団をね、頭からかぶって、ここ勉強、豆電球をつけてね、夜も寝ないで勉強してて、でそんなことするなって言っといかんつっせいで反対しちゃったみたいですよ。幼かった艶子さんは兄の面影をほとんど覚えていません。三男の茂さんは、しっかりしすぎた兄だったと振り返ります。長男だから、まあ、なんていうかな、弟、兄弟も全部 見るし、親孝行もしたし、おそらく苦労した兄貴だったよ。鹿屋基地に配属された幸男さんは、ある日、久々に実家に戻り、家族で食卓を囲みました。出撃が決まっていた前の晩でした。今日出撃するっていう朝行ったんですけど、その時私を寝てたのを起こして抱いてくれたんだってお母さんが言ったけど、全然覚えてない、ね、とぼけして。年の離れた艶子さんが愛おしかったのかもしれません。兄は母にある約束をしていました。自分が乗ってる飛行機が3回家の前、家で回ってから行くから見てっつって言ったんだそうですよ。こう長い竹にね、タオルをくぐりつけてね、で母一生懸命こう振ったんです。で3回終わった時に飛び立って、鹿屋航空基地にある資料館には、特攻隊員の遺影や遺品が展示されています。1945年3月21日、幸男さんは鹿屋から初めて出撃した大鹿の部隊の一員でした。人間爆弾とも言われた特攻兵器、大鹿。
7、8人乗りの一式陸上攻撃機に吊るして運び、敵艦に向けて切り離す作戦でした。大艦乗せた一式陸攻が15機、大艦乗せてない一式陸攻は計18機の一式陸攻と、あとゼロ戦がですね30機カメラを出発しております。徳永さんはですね、ゼロ戦のですね、搭乗員でした。一式陸攻と大艦をですね直縁といいまして、援護するというような役割でですね出撃しております。幸男さんの出撃の記録も残っていました。部隊名が第一新婦大岡特別攻撃隊人雷部隊戦闘隊と、10時20分に飛んでいって、14時25分に敵リーダーに感知されて、でそれで、空戦戦闘が始まったと。南大東島付近でアメリカ軍のレーダーに探知され、部隊はほぼ壊滅状態に。160人が亡くなりました。幸男さんの死を、つや子さんたち家族は近所の人が見せてくれた新聞で知りました。しばらくして遺骨として小さな木箱を受け取りました。何が入ってるかわからないから開けてみようと、家族でみんなで開けたらですね、貝殻だけ。それを見て兄弟はワンワンワン泣いたって。髪の毛も爪も取っておけばいいのによ、帰ってきたのにね、それをしたくなかったのかで。我が子との最後の別れ、親にその覚悟ができるでしょうか。幸男さんは出撃の前夜、家にトランクを抱えてきました。首に巻く白いマフラーとか、写真、アルバムが厚いのがで、3冊か4冊ぐらい、それやら貯金通帳と印鑑が入ってたら、お兄さんの通帳とか、はい、子供が多いし食べ物もないし、母親に持って帰ってきたんでしょうよね。で衣装も変えてあったの。21歳の青年は自分の死を覚悟していました。そのトランクを母は空襲のたびに防空壕に運んでいましたが、混乱の中盗まれてしまったといいます。そのあたりに写真のバラメチュラセンドカイとか、なんかオチチュラセンドカイしてね、そう防空壕の山の中とかそんなところを、ね、探しに母は行ったつってですね言ってましたよ。部落の人たちにも相談してみたりですね、もう母は泣いたりかわいそうでしたけどね。涙一つ見せたことのなかった強い母が泣いた。その後親戚からもらった写真だけがかろうじて手元に残っています。特攻隊に行く前の頃やかもね、穏やかに微笑む幸男さん。一目会いたいですわよ。ねえ、笑ってね、笑えないよね。特攻隊に行く前だったらね。終戦から78年、今も3月21日には墓参りを欠かしません。もうあんな怖い時代はもう二度としたくない。一番楽しくね、遊ぶ時間をもう戦争に取られて、もう今孫もいっぱいいるし、ひ孫もいるし、あんな目には合わせたくないですね。空襲、兄の死、そして家族の涙、幼い心に刻まれた恐怖や悲しみは
どんなに時が流れても言えることはありません。放送した動画は KYT のホームページ、アプリのほか、ヤフーの特設サイト、未来に残す戦争の記憶でも見ることができます。また、明日の読売新聞にも掲載される予定です。